グロービス学び放題。そうですね、まあ、何を勉強したらどうかわからないですし、まあお金もないですし時間も限られてるんで、なかなかどうしたらいいかわからない感じですね。まあ、社会人は、まあ、実際に仕事を通して学ぶことの方が多いと思います。知識ってまあ学んでも実践でなかなか使えないですし、なんか学習することにあんまり意味ってあるかわかんないですね。もう3年目になるんですね。なので今何をしないといけないかって、足りないものとかすごい見えてきてるんですけど、何からやったらいいかわからないっていうのがすごいあってですね、もっと本当は体系的に学べればいいなって、そんな風に思っております。仕事をしていく上で何か新しい知識を身につけたいというふうには思っているんですけれども、計画とか目標を立てたらいいんだろうなというのは思ってはいるものの、なかなか学生の時のように定期テストがあるわけでもないので、こう 実践に結びつく計画の立て方っていうのがなかなか自分の中で進まないっていうのが悩んでいるところです。いかがでしょうか。ご覧いただいたように皆さんビジネスにおける学びについていろいろな思いを持っているようですね。そもそも社会人になってまでなぜ私たちは学ぶ必要があるんでしょうか。そしてどのように学ぶべきなんでしょうか。環境が大きく変化する中、必要とされるスキルが変わり、それに伴い学び方も変化しています。でもご安心ください。コツさえつかめば今よりもずっと効果的な学びをあなたにも実現できます。本コースでは自分に合った学習法を見つけるためのポイントを4つに分けてご紹介します。ぜひ自分に合ったオリジナル学習法を作っていただきたいと思います。